どうも、みんな一撃は動画日記番外編、はい、バージョン3ですね。はい、3本目です、はい、3本目のゲストはグランジェットの日向昭久さんです、はい、日向と言います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。つい先ほど終わりました。はい、ありがとうございました。本当ですね、風のように出て風のように去ってきました。前のお二人も、はい、全然移動しなかったと。自分で歩かんかったから袖から袖までを運んでもらったから。でやっぱ暑いっすね。舞台上、あ、舞台上暑いっすよ。すごいあんなとこで入ってるだけで汗かいてて出た瞬間汗こうやって確認してかなりね、いろんな歴戦の方が入ってきた。なんか匂い、あ、大丈夫かな。あれですよね、二人は。そうでございます。JE の同期でございます。養成部時代にやったお芝居以来の、ね、本当に3、4年ぶりかな。いや、なんてそれしかないですよね。3、4年ぶりかな、今日、うん、俺見に行ったやつ。見に行ったやつ。どっちを見に行ったの？ A と B があったから。いや、でも確かね、来てたような記憶が。ほんまですか？確かに挨拶してたの。そう、挨拶だって。したと思う。一撃屋さんご一行がね。そうです、そうです。みんなで見に来て。長渕剛がいっぱい出てくるやつだな。尾崎言ったじゃん。尾崎言った。審判に白って入れてたから。だから尾崎豊がいっぱい出てきた。立ち回り中の衣装がそう、ジーンズに白T で。そう考えたら確かに。そうなんですよ。パンチキックの嵐の。戦ったよ。はい。じゃあ、一応ね、すいません。まあ、宣伝にまたなってしまうんですが。僕がですね、実は主演で、出させていただきます、タイトルがドン・マイ・ツバキ夫人というすごいタイトル。ドン・マイって感じなんですけど、ドン・マイ・ツバキ夫人、場所で、日付が10月17日から19日ですね、タックスの1179という、下落合という、西武新宿線ですね。下落合新宿線から2駅ぐらいかな、2駅あるところでやるんですけども、下落合って言われたらもう僕はガキツカしか出てこない。下落合の母っていう聞いたことある、ね、キャラがおるんですよ、ガキツカに。誰がやってた？いや、全然知らん怪人のバカ。地名でちょっと面白かったから、ね、下落合の母って出てきて占いしますって通訳の人がむちゃくちゃなこと言って。それ何年前のやつですか？かなり前です。かなり前に脱線して先生下落合の母の話だ。出ないですね。まあ母には夫人が出ますけど、椿夫人ですね。で、僕が主人公で、この椿夫人とのなんやかんやの人間模様って書いてあるのかな。おかしな日常の一コマみたいな。一コマ、一コマ。なるほど。そうなんですよ。一撃屋っては打って変わって一コマ、一コマですね。会話劇の。そう、会話劇。あ、でもアクション、アクション。あ、だから僕も、いや、今日アクションやりたかったのに、なんか踊りの時に、あ、これできるかなとか思ったけど、ね、あ、やべ、あれ、あ、終わっちゃうみたいな感じで。意外とコンパクトですね。隙を見損なった。全然遊びたかったですね。遊びたかったですね。じゃあまたちょっと、ね、またちょっと呼んでください。本当によろしくお願いします。ぜひぜひ、はい。はい。じゃあ、こんな感じで、はい、終わりたいと思います。一撃は動画日記、東京編の第3弾、ゲスト、日向昭久さんでした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。